これ1000円お願いします。ですが1000円でお願いします。1000円でしょうか。1000円、これ1000円で531番3購買です。子牛1頭が1000円、衝撃の価格です。消費税ね、1100円という価格が最低価格として出てますけれども、非常に厳しい現状が続いているというような状況ですね。この日、県家畜市場で競りにかけられた子牛は620頭。ホルスタインは黒毛和牛や赤牛などと比べ安い価格で取引されますが、4頭が1000円という最低価格で落札されました。そして中には、最低価格の1000円でも買い手がつかず、売り主が持ち帰ったケースも。県家畜市場ではここ1年ほど子牛の取引価格が暴落しています。子牛を出荷するために訪れていた酪農家の宮本さんは、安く取引される競りの様子をやるせない思いで見ていました。税込みの1100円だけですね。で、手数料引かれて、もう手元に残るのはもう本当何百円の世界です。この日、宮本さんが競りにかけた子牛は13頭。ホルスタインと黒毛和牛を掛け合わせた交雑種と呼ばれる牛です。今日割と高かったよね。今日は高かった。10万平均いってます。先週は3万ぐらいしか絞らなかったですけどね。乳牛300頭を飼育している宮本さんの牧場では、かつてない危機に直面しています。酪農家は牛乳が主な収入源なんですけど、子牛もしくは親牛の老廃牛あたりが収入につながってるんですけど、今子牛の価格も下落して、高かった時期から見れば半値もしくは6割ぐらいですかね。牛乳を搾るためには、母牛が子牛を出産する必要があります。酪農家はその際に生まれる子牛を売ることで収入の一部としていますが、今その子牛の取引価格が暴落しています。背景にあるのは、餌代の高騰による子牛の買い控えです。厳しいというぐらいのものじゃありません。うちの場合、1頭1日500円から600円程度上がっております。1ヶ月に換算すれば450万程度の上がっているのが現状でございます。厳しいのは畜産も一緒です。菊池市で畜産農家をしている安武さん、牛の繁殖と肥育で600頭を育てていて、子牛を産ませて売りに出しているほか、肉用牛を育てて出荷しています。本来であれば肥育農家さんっていうのは子牛の導入もしていくわけなんですけど、子牛を導入するお金も全て餌代の方に打ち込んでいかないと支払いが完了しないっていう状況が今現状で。子牛1頭を食肉用として出荷するまでかかる餌代は40万円でしたが、この2年間で60万円に増加。餌代もやっぱり上がってる。もちろん全部ですね。上がってないものがないですね。はい。水道ぐらいかな。自分たちで組み上げてる。餌代は去年と比べ年間2500万円ほど増え、経費を節約しようとこの冬からある工夫を始めました。ヒーターとかを普段は使って子牛が寒くないようにしていったりするんですけど、ほとんどの子牛にジャケットを着せて、電気代自体を去年よりも 80% から 85% ぐらいはこの場所だけは節約できたんですけど。しかし削減できた経費は月6万円ほど。全体のコストから考えると微々たるものだといいます。私たちはそのコストが上がったからといって、その売り値に対してコストを乗せるっていう行為が全くできないので、力強い国のご支援だったりとか期待せざるを得ないというのが現状ですね。コ
コストが増えても新型コロナの影響も受けた肉の市場価格は横ばい状態が続いていて、苦しい状況は変わりません。このまま餌代の高騰が続けば、畜産をやめる農家が増え、業界全体が衰退してしまうと危惧しています。続けていけないと思いますね。次の若い世代にもう引き継ぎができないので、もう衰退していく一方なんじゃないかなというふうには思います。まあ、そうならないように僕たちも本当に歯を食いしばってやってますけれども、やっぱりこう耐えるにも限界があるので、はい。酪農家も畜産農家も過去に狂牛病や口蹄疫など大きな危機に直面してきましたが、今回の餌代の高騰はこれまでと比べ物にならないほどの危機だといいます。いろいろ酪農危機はあったんですけども、もう史上最悪の状況に今なっておりますので、需要も戻ってですね、インバウンド入ってきた時に、まあ、牛乳というものがですね、その食卓から消えるような可能性があるんですよね。今もう現状で廃業されている農家さんとか出てるんですよ。これが長くなればなるほど、まあ、6割ぐらい減るんじゃなかろうかとか、いろんな憶測がなされてますね。餌代の高騰、子牛の取引価格の暴落、見通しの立たない厳しい状況が続いています。